解散風から一転、今国会での衆議院解散は見送られる中、今日内閣不信任案が否決されました。ただ県内の与野党は常在戦場だとして衆院選に向けた動きを加速させる考えです。今国会で解散はしないということはよろしかったでしょうか。解散については今国会での解散は考えておりません。総理の解散見送りの発言から一夜明けた今日、立憲民主党は内閣不信任案を提出しました。岸田内閣不信任決議案は否決されました。解散の大義になるとされた内閣不信任案は即刻否決されました。昨日急な解散風から事態は一転しました。昨日来、急にね、ちょっといろいろな情報が飛び交いましたけど、総理総裁の決断でございますので、尊重をするということです。自民党県連の増田幹事長は今回の解散風を受けて準備を進めたと話し、今月1年近く空席だった5区の支部長が決まったことで衆院選に向けた体制が整ったとしています。いつあってもおかしくないというのが衆議院の総選挙ですので、常に万全の体制を取り続けていくということに変わりはないと思っています。一方、野党第一党の立憲民主党県連は、まずいろんな問題を抱えている中で、ましてや、衆議院選挙が終わってまだ半年も2年も経ってないうちに解散なんてこと自体がすでにおかしな話であったというふうに思っています。ですから至極当然の結果だと思います。立憲民主党県連は8選挙区のうち4選挙区がいまだ候補者のいない現状ですが、引田幹事長はすべての選挙区に候補者を擁立する姿勢は変わらないと強調しました。立憲に次いで野党第二党の日本維新の会県総支部は、常に常在戦場という、ことでしっかりと選挙に備えるようにと党本部からも言われておりますので、いつ解散があってもいいように我々は準備をしていくだけと。日本維新の会県総支部では来月政治資金パーティーを開きながら独自候補の擁立作業を加速させる方針です。